チェニーラブのスケジュール帳です。イエーイ。まずペンケースを紹介します。このペンケースは後ろにゴムがついていて、このスケジュール帳と一緒にこんな風につけて運べます。すごい。ここにも入るんじゃない？あ、確かに。ここにもペンとかいろんなものが入ります。色が可愛いよね。色使いがしてる。可愛い。このスケジュール帳は中を開ける。おお、すごい。え、すごい。習い事とかある？タピオカもあるよ。ご飯、誕生日、習い事、ご飯とかある。たくさん使えそうだ ね。書かなくても貼ったらいけるから。すごい。じゃあ中を見よう。中を見ると、お、ほら、すごい。こんな感じ。デコレーションできるんだ。そう、デコレーションできるし、こんな感じでさっきのシールをね、貼ったりもできるしね。でこうやって書いていったり、ここにもちょっと空いたスペースあるからこの外の部分が季節にあった、その月にあった模様がチョコで、かわいい。しかもここにバレンタインデーとか、バレンタインだからチョコか。そう、うちの情報が載ってる。そう、かわいい。こんな感じで、イチゴ、お花、あ、フラミンゴいる。え、かわいい。かわいい。フラミンゴが、アサラ、かわいい。ローラースケート、あ、虹、かわいい。こうやっていろいろな柄があります。ハロウィンだったらこのお化けとか、夏休みっぽい、夏っぽいね。パイナップル、パイナップル、コスメ、コスメ、おしゃれ、ハロウィン、お化け、お化け、かわいい。ヒールクリスマス、クリスマス、あ、メモ帳、メモ帳もついてます。ジェニーラブで書いてます。かわいい。メモ、願い事リスト2020年。こんなのも書けるよってことね。かわいい。ちなみにみんなは願い事とかある？2020年はもうポージングの数を増やしたいかな。あー、確かに。私はいろんな服が着こなせるようにもなりたい。表情が柔らかくなりたい。ほら、硬い。どうしても硬くなっちゃったりするから。緊張気味。ふわふわふわ。ポージングいろいろ考えられるようにしてみたいな。だよね。ポージングとか書いてみる。そうそう、とてもかわいい。学校スタート。ねー、いっぱいページがある。たくさん。パラパラ。こういう、すごい。絵を貼ること、こうやって切り取って切り取って貼ることもできます。すごい。ユニコーン、かわいい。たくさん描けるね。用紙もいっぱいあるから何でも描けちゃう。おお、時間割り、すごい便利だね。学校にも持っていけるね。こんな感じです。こんな感じです。スケジュールにちなんで、冬休み何をしたいですか？冬休みは私、あの、東北出身で、もう雪とかもたくさん降るので、もう家族とかも友達とかみんな誘って雪遊びしたいです。なお逆に雪が降らないので、雪が降るようなスキーみたいなとこ行きたい。あ、私はディズニーが大好きなので、みんなでディズニー行ってみたい。行きたい、行きたい。私はあのスケートをみんなで楽しく滑りたい。楽しそう。行きたい。中に詰め込める。詰め込む。最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。今日の動画を見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まやと左手でハイタッチしたらチャンネル登録ができます。それでは、ハイタッチ、バイバイ。